そのまま石光がフリーキックを蹴ります。右利き、中央ドンチャー、先手を取ったのは京都。フリーキックから先手を取りました。京都いい球でしたね。きっとあの風も計算していると思うんですよね、風なければもうちょっとキーパー側に伸びていっているようなボールでもおかしくなかったと思うんですけど、風がどちらかというとマイナスに吹いていたので、キーパーの方に蹴ればちょうどこうキーパーが出にくい部分に遅れるんじゃないかなという中で、はい、石光のフリーキック、ドンピシャ本田が合わせました。高さがあります。素晴らしいボールに対して、ゾーンディフェンスの熊本に対しての走り込んだヘディングシュート、素晴らしいゴールでしたね。この本田のゴール